こんにちは、プロトリュフチャンネルです。お正月の縁起物の植物たちがいろいろと出回ってくる時期になりました。これはカラタチバナと言われている植物で、通称百両菌などと呼ばれている植物です。古典園芸植物として江戸時代にはいろいろな種類があったということです。置く場所はよく日の当たるところというよりは半日陰の明るい場所で管理をしてください。水は乾いたらしっかりとやる。肥料は春と秋に緩効性の置き肥を置いてやれば、どんどんと立派に大きく育っていく植物です。これは紅白植え、縁起がいいということで紅白に植えてあるということです。一本でもボリュームが出てくるので、いくつか寄せても丹鉢でも楽しめる植物です。